はい、今日は何をしてくれますか。はい、あのお題が、あ、答えが合うかチャレンジ。答えが合うかチャレンジ。それは例えばだけど、父ちゃんといえば借金とかそういうこと。借金じゃない、借金じゃないか、あ、貯金か。臭いとか。臭い、最悪なの。お腹臭いとか。最悪じゃないのお金持ちとか。いいね、お金持ち。父ちゃんといえばお金持ち。うん、よく知ってるね。それとか。薄い、知らない、薄いじゃないよ。知らない、やめてください。じゃあ問題出すよ。全部で5問いきますよ。いきますよ、第1問目。じゃじゃん。ママといえば。ママといえば。これは何だ。ちょっと見えないように書いてくれ。こっち。はい。ティッシュ入れた。5問中5問正解すると、ハワイ旅行が当たります。よし。5問中4問当たると、5問中3問正解すると、5問中2問正解すると、パパがマッサージします。とチューもします。と募金もします。ママといえば、はい、ママといえば書いてくださいよ。パパ、パパイコールお父さんみたいな感じでいい。意味がわからない。パパお父さんって書いてもいいか。ママといえば何。可愛い以外ね、まあ、それみんな分かってるから。可愛い以外、可愛い以外にして。嘘書いていけんね。本当のこと書いて。はい、いきます。決まった。せーの、はい、せーの、はい。優しい、可愛いがやる。美人、こっちは美人。ちっちゃい字やなぶーってことは、次は2問目いきます。お兄ちゃんといえば、え、どっちのお兄ちゃんがわからん。一番上のお兄ちゃん。本当のことやな。本当のことですよ。あ、かっこいい以外に。かっこよくないけど。だから絶対教室すぐでいい。はい、書いてください。本当は思ってないけど、お兄ちゃん書くのやばいね。どうぞ、感じました、ね。はい、向かってもせーの、どん。意地悪。大きい。ちゃんと見せてくれる？意地悪。字が汚いな。汚いなこれ。はい。ブーでしたね。え、じゃあ次は何？お兄ちゃんは大きくて意地悪。最悪やな。最悪じゃんそれ。いいとこ一つ書いてよ。大きいところ。大きいところ。え、態度が大きいってこと？意地悪なの。意地悪。気持ちが大きい。気持ちが大きい。逆じゃんそれ。あー。パパのパパ、おじいちゃんといえば。え、わからん。ええー。あるけどさ、どれ書けばいいかわからない。いや、おじいちゃん見てるよ。え？おじいちゃん見てるよ。かっこいいはなしよ。うん。だっていつもかっこいいとかわいいなしにしてる。うん。君書いたかな。筋肉もりもり。筋肉もりもり。いきますよ。発表してください。せーの、ドン。何でもしてくれる。何でもしてくれる。力持ち、腕の中に卵がある。ある？おる？ある。ある。何である？どういうこと？腕の中に。違う。次行こう。違う。卵ある。あ、卵ある。あ、力持ちだから。すごいなそれ。え、めいちゃんは？いや。何？これ。いいよ。見せて。え、これ。なんて書いてある？筋肉。筋肉もりもり。筋肉マン？あわんやん。筋肉マン知ってる？知らない。あのポーズやってみて。おお。あ、そう、ちょっと違うけどな、二人とも。お、あ、うん、お、めいちゃんはかなり近い。お、まあそれもあるけどちょっと違う。あ、ちょっと、あ、惜しいな。もういいよ。ほど筋肉はないよ。ありますよ僕。
おおおお次の問題次の問題まああんまり面白くないから次の問題ラストじゃあお姉ちゃんといえばはいえたくん書いて待っておいカンニングするなあ見たせーのはいまずたっくんから太ももでっか太ももでっかでかいってこと太ももがでっかあ太ももが太いってことうわそれを褒めてるの褒めてない、はい、褒めてるですねあちょ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 本が読むのが嫌いそれ褒めてますかあー怒られるぞこれこの動画消されるものにしようかじゃあ世界各国行きましょうかじゃあタックの生まれたベトナムといえば何せーの1年ドン行ってすぐ生まれたうんはいフォー分からない分からないタイといえばはいせーので当たれ暖かい毎日効果が何かある効果じゃなくて国歌いいやめて効果効果で学校の歌じゃないよ国歌が流れるそれさ毎日2回ね国歌が流れたらみんな止まって聞くんよねパパじゃあさ、はい、あのさ緊急の時とかどうするの地震の時とかわからない最優先でしょ命最優先ですでも止まらんといけないんだろうん危ない時は逃げるしかないね、うん、ということで今日5問やり5問か6問かやりましたが1問も当たりませんでした、まあ、ラストも絶対簡単な当てるやつやろよしじゃあすごく簡単なやついきます春に咲く花は何せーのドンタンポポ桜。ええー。姉ちゃん言ってみ。タンポポってね、もうしょっちゅう咲いてるよ。うん、タンポポ、うん。春もあるけど、夏も秋もなんかもういつも咲いてるよ。春といえばタンポポやん。あ、そうなの？そうだよ。父ちゃんの中では桜かな。でタンポポや。梅かな。アーモンドかな。タンポポと梅ってのは同じように見えるけどさ、梅の方が先に咲く。種類が違うじゃん。でもさ、あったら。あと最後一問いこう、最後一問いこう。はい、最後一問、最後一問。最後、絶対当てれるやつね。梅って冬じゃん。いや、大体3月ぐらい、うん。一番好きなもの、あ、パパが一番好きなものは何？あ、いいね、その問題。たっくんは？バナナ。バナナ。正解。めいちゃんは？ママうどんだ。ママうどん、正解。ほら、正解。バナナも、バナナも正解。バナナだぞ、まだならないぞ。何がそんな楽しいバナナの謎はまだ謎なのだぞ。ちょっとちゃんと言ってもらえる？バナナの謎はまだ謎。生バナナ。ね、いいよ、生バナナ。3回言って。生バナナ。じゃあさ、はい、なんか書いてある。じゃあウクライナにさ、はい、バイバイ。